シュリーランガ3世は、南インドのビジャヤナガル王国、アーラビード・アサの君主。ビジャヤナガル王国における最後の君主でもある。1630年から1635年に、かけて、ベンカタ3世の弟チンナ・ベンカタ・ラーヤの息子である、シュリーランガは、プリカットのオランダの援助を受け、おじであるベンカタ3世が、ティンマ・ラーヤに対抗するを手助けした。だが、1638年以降、 シリーランガは、ベンカタ三世に反乱を起こすこところとなり、ビジャープル王国の侵略を手引きし、同年12月に、両軍はバンガロールを共に攻め、これを占領した。1641年3月には、ベドージーパントに率いられたビジャープル軍が、ビジャヤナガル王国に遠征を開始すると、シリーランガは、軍勢と合流し、首都ベルールから12マイルの地点まで進撃したが、 ナーヤカラに撃退された。1642年10月にベンカタ三世が死亡したことにより、シュリーランガがシュリーランガ三世として王位を継承することとなり、同月29日に即位した。だが、シュリーランガ三世は戦王に対する反乱から、ダーマルラベンカタナーヤカやシェンジナーヤカーサといった有力なナーヤカからは嫌われており、彼は、 ゴールコンダ王国に援助を求めるありさまだった。しかし、これは、ゴールコンダ王国のさらなる進出を誘うこととなり、1643年、中頃の時点で、うだやぎりと、シッタバタムがその支柱を離れた。ミール・ジュムラー1644年1月3日、ビジャープル王国は、君主、ムハンマド・アーディルシャーに引きられた軍勢が、南インドに遠征し、 3月25日に帰還したが、この年までに、ビジャヤ・ナガル王国の北側を占領されるところとなった。1646年1月あるいは2月、ゴール・コンダ王国のブジョーミール・ジュムラーは、再度の遠征を開始し、4月の時点で、キュート・チャンドラ・ギリとティル・パティは、ゴール・コンダ側の手に落ちていた。シュリー・ランガ3世は、マイ・ソウル王国やタンジャー・ブール・ナーやカーサ。 戦時なあやか朝の援軍をもって、大軍を組織し、ゴールコンダ軍を破ったが、現状は変わらなかった。同年3月あるいは4月、ビジャープル王国とゴールコンダ王国の間で、南インドのカルナータか地方分割協定が結ばれ、6月5日に、ムスタファーハーン率いる軍勢が遠征を開始した。1647年2月、ビジャープル軍は、首都ベルールを包囲し、 これを占領したが、シュリーランガ3世は逃げ延び、タンジャーブール・ナーヤ・カーサの保護を受けた。1649年、ビジャープル軍はタンジャーブールも包囲して、これも陥落させ、この時点で実態のなかったビジャヤ・ナガル王国は滅亡した。史実上、1649年に、ビジャヤ・ナガル王国は、ビジャープル王国に滅ぼされたと記されている。だが、シュリーランガ3世は、 タンジャーブールを逃げた後、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国に、王国の復興に尽力して抵抗し、争いはそれから20年近く、ベイルール、チャンドラギリを中心とした地域で続いていた。シュリーランガ3世が抵抗を続けられた要因として、まずビジャープル王国とゴールコンダ王国の不和があり、戦利品の分配や、グッティや、ガンディー・コータなどの地の支配をめぐって争っていたことが、挙げられる。 次に、ビジャープル王国におけるマラーターの台頭による混乱、ムガル帝国のデカン地方への介入、彼に対してのマイソール王国やパーライアッカーラと呼ばれた少量種の支援、ティルパティの寺院の財宝よるものがあった。1649年以降、シュリーランガ3世はベルールを取り戻して拠点とし、その周辺を支配し続け、 ゴールコンダ王国の武将ミール・ジュムラーやその代官で、チェンジナーヤカ・アザの一族トゥパーキ・クリッシュナッパナーヤカと幾度となく戦ったが、1652年にベイルールはゴールコンダ王国の軍に占領された。アウラングゼーブ17世紀にデカン地方で勢力を伸ばしていたムガル帝国は、シュリーランが三世に目をつけており、デカン大使のアウラングゼーブは、 彼と交渉を結ぼうとし、このことはこの地域に派遣されていたフワージャーラブに当てられた書簡からもわかる。また、1656年初頭、ゴールコンダ王国の首都、ハイダラーバードが、ムガル帝国の攻撃を受けると同時に、ミール・ジュムラーがゴールコンダ王国を離れ、ムガル帝国に服属したことにより、シュリーランガ三世は勢いづき、同年10月までに、チャンドラギリを奪い返した。 1657年1月、ドゥパー・アーキクリシュガッパ・ナーヤカは、チャンドラギリを奪い返そうとしたものの、ミール・ジュムラーは元よりゴールコンダ王国の援軍もこず、シュリーランガ3世と、領土分割の協定を結ぼうとした。だが、シュリーランガ3世はこれを拒否し、17世紀に、デカンで勢力を伸ばしていたムガル帝国に目をつけており、デカン大使のアウラングーブと直接交渉を結ぼうと、した。 つまり、彼は、ティルパティの財宝で帝国と交渉し、チャンドラギリとその周辺の地を、ジャーギールとして認められ帝国の家臣となり、その保護を受けようと考えられる。そして、シュリーランガ三世は、ムガル帝国と協定締結の直接交渉を行い、帝国もミール・ジュムラーが、ティルパティから奪った金貨や、ダイヤモンドなどの財宝を受け取り、この地に興味を示していた。その際、 ティルパティの財宝も言及されており、六百五十七年一月十二日付のトゥパー・アーキクリシュナパ・ナーヤカの軍営から、オランダのプリカット総督に、匿名で当てられた書簡の内容は、こうだった。しかし、同年九月、ムガル皇帝シャージャハーンが重病となり、アウラング・ゼーブにとっては、南インド以前に、低継承が重要になり、他の兄弟と争うため来た、インドへと帰還し、 シュリーランガ3世の計画は失敗した。そして1665年までシュリーランガ3世はチャンドラギリを支配し、この年のティルパティのテルグ語の国分が彼に関する年代の最後の国分となり、それ以降の彼に関する正確な年代はわからなくなった。ティルパティの支配もゴールコンダ王国に移り、1668年に ゴール混んだ王国の武将ネクナームファーンの称号を持つラザークリー・ベグがティルパティの代官として着任し寺院の監督に当たっている。はっきりしているのはシュリーランガ三世はその後マイソウル王国へと亡命し1672年まで余命を保っていることである。ありがとうございます。